皆さんこんにちは、しんたです。今回はストレートアイロンを使ったスタイリング方法を紹介していきたいと思います。初心者の方に向けた内容になっておりますので、自分でやりたいんだけど難しくてなかなかできないという方はぜひ見ていってください。髪のどの部分を巻けばいいのか、どの方向に巻くのか、それからアイロンの温度や手の使い方など、そしてワックスを使ったスタイリングをするところまで紹介していきます。今回の動画を見れば初心者の方でも明日からの自分でのスタイリングが必ず上手くなります。なのでぜひ最後まで見ていてください。はい、それではやっていきたいと思います。まずこちらの状態、朝起きて寝癖をきれいに取った状態とします。まず大前提として、きれいな状態で巻かないときれいなヘアスタイルっていうのは作れません。寝癖がすごくついていたりとか、変な状態でアイロンをスタートしてしまうと、やっぱりヘアスタイルが綺麗に仕上がらないです。なのでまずは朝起きて、寝癖がついてたら、そこは水で濡らしてあげて一回綺麗に乾かし直してあげてください。ヘアスタイルのクオリティを上げるためにはまずは土台が大事なので、そこは必ずするようにしてください。今回はですね、これぐらいの長さのショートボブのスタイルになります。この状態からまずブロッキングをしていきます。ブロッキングをしないで、ささっとやっていってもいいんですけれども、やっぱり初心者の方っていうのは、慣れてないです。一気にまとめてやろうとするとどうしても逆に時間がかかってしまったりとかする場合もあるんですね。なのでブロッキングをまずするところから説明していきます。ブロッキングをしてやってあげれば、髪のどの部分を巻けばいいかとかっていうのは理解しやすくなると思うので、まずはその場合で紹介をしていきたいと思います。それではまずサイドの髪からやっていくんですけれども、サイドを取る時の目安として耳がありますが、この辺りにしましょう。このちょうど耳の後ろの位置ですね。この耳の後ろの位置から、真上に上がっていってください。耳の後ろから垂直に真上に上がった位置で分け取ります。ざっくりでね、全然大丈夫なんですけれども、だいたいその辺りから、横と後ろで分けると思ってください。はい、そしたらまずは横の髪なんですけれども、このサイドの髪をまたさらに上下に分けましょう。半分に分けます。ここはなんとなくでね、ざっくりでいいんですけれども、だいたい8の辺りか8ちょい下ぐらいの、ラインからになりますが、そこから上下2つに分けます。ここが下の髪ですね。上下に2つに分けます。そしてまずここの部分をね、巻いていくんですけれども、今回のヘアスタイルに関してはここのサイドの下の部分の髪っていうのはそんなにカールをね、強く入れなくていいんですね。あんまりカールをここに強く入れてしまうと毛先が下の方で丸くなって、ちょっとこうフォルムが下寄りになってボブみたいな感じになってしまうんですよ。ちょっと重めの感じになってしまうので、今回の感じではここのサイドの下の部分っていうのは必要以上に巻かなくていいです。綺麗に乾かせてるんであればもうそのままの状態でいてあげてもいいです。もしアイロンを通したい場合は、本当に軽く通す、軽く通す分その熱処理されるので髪にツヤ感とか、まとまりっていうのは出てくれます。なのでやるにしても軽く手先を通す、カールをそんなに強くつけすぎないというふうに思ってもらって構いません。ここアイロン通していくんですけれども、中間から挟みますね。挟み込んで軽く通します。この時に軽く通すのでそんなにアイロンをひねらないでいいです。スーッと、すごいまっすぐ引っ張ってしまったらストレートになりすぎてしまうんですけれども、軽く通す、そんなに手首を返さないで軽く通すぐらいで大丈夫です。前から見るとこのような感じです。そんなにカールをつけすぎなくて大丈夫です。毛先に、ね、カールがつきすぎると下がすごく丸くなってちょっとボブっぽい感じになってしまうので、今回はショートボブ、ちょっとショートらしさもある長さスタイルなので、ここはそんなに巻きすぎなくて大丈夫です。そして、次にこの上の毛を巻くんですけれども、上の毛をこれはひとまとめに巻いてもいいんですけれども、今回はより分かりやすく綺麗に仕上げるためにさらに2つに分けます。前髪の部分と横の髪の部分、この2つに分けます。そしてこの前髪の毛はこういうふうに外に流れる毛流れを作りたいんですね。なので髪を引き出して
中間から毛先にカールをつけます。中間から挟んで少しひねらせます。そしてそのまま毛先に向かって抜いていく。するとこういうふうに中間から後ろに流れる髪の流れがつきます。もっとこういうふうにちょっと外に跳ねるような感じにしたいんであれば逆さ向きにしていくのがいいんですけれども、今回は柔らかく後ろに流したいだけなので後ろ方向にカールを通していく、アイロンを通していくっていう感じになります。そして、その後ろの毛ですね、ここの部分は自然に内巻きでもいいですし、さっきの前髪みたいに後ろに流すような感じ、どちらでも大丈夫です。今回はここも後ろに流れるように、ね、していきたいと思いますので、中間から挟んでひねらせたらそのまま毛先に抜いていく、こういう感じですね。横から見るとこういう状態になってます。前髪の後ろへ流れる毛とその後ろの横の毛が後ろに流れています。下は自然な内巻きという状態ですね。サイドは3箇所巻いている形になります。次に後ろの髪ですね。後ろの髪を巻くんですけれども、後ろをブロッキングするときにまず上下2つに分けます。この上下2つに分けるときにざっくり頭の半分で分け取ってもらっていいんですけれども、一つ目安として伝えておくと、頭の一番出ているところ、ここの後ろの頭の形ってこう丸みがあると思うんですけれども、ここの丸みの頂点、このウィッグの場合はここなんですね。ここが一番頭の出っ張っているところなんですけども、皆さんね、こう自分の頭の後ろを触ってみたら分かると思うんですが、それぞれねやっぱ頭の形違うので出てるところっていうのは違うんですよね。なので目安としては上下の、上下に分ける目安としては頭の一番出ているところから上と下で分けるといいです。なので、このウィッグの場合はこの部分のラインで上下に分ける、こういうことですね。なぜ頭の出ている部分から上と下に分けるかっていうと、頭の形の違いが上と下であるんですけれども、そこの境目なんですね。なので上の部分はこういう風な丸みですよね。下はこういう風な丸みになってるんですね。なので上と下で髪の動きの出方が変わってくるんですね。なのでこの一番出っ張っているところから上と下で分けると動きが綺麗に出やすいです。形が綺麗に仕上がりやすくなるんで、一応目安として、ざっくり半分でもいいですけど、なんとなく頭の一番出ているところから上と下なんだなっていうのは、頭に入れておくといいと思います。そして、下の毛を巻くんですけれども、ショートの場合は襟足すごく短いですよね。短いので、ここもですねそんなに巻く必要はありません。サイドの下の毛と同様に、巻かなくてもいいです。綺麗に乾かして綺麗にスッと降りてる状態まで持っていけているんであれば、もうそのままでもいいです。例えばちょっと浮いてしまうとか、癖が出ているから伸ばしたいとかっていう時は、通してあげてもいいんですけれども、やっぱりこう肌も近いし短いしでちょっと怖いな、やけどしそうだなという方とかは無理してやらなくてもいいです。まあ、ただやっぱりやってあげると毛束のまとまり感だったりとか、ツヤ感とかっていうのが熱処理されることによって出るので、やれそうだったらやってみてください。無理はしなくて大丈夫です。今僕あのウィッグにやってるんですけれども、後でちゃんと自分でする時のこう手の向きだったりとかは、しっかりレクチャーしますので、今とりあえずこの段階を見ていてください。では、この襟足一応ウィッグなんでやるんですけれども、見ててください。そんなにカールつけないんで、こんな感じです。そんなに変わってないですよね。なので、無理してやらなくても大丈夫です。乾かすときにできるだけここはね押さえておいておくとよりいいと思いますよ。この頭の下半分下はここは浮く必要がない毛です。ここって髪が浮いても意味がないところなので、できるだけこう乾かすときに押さえて押さえて乾かすとここは綺麗に収まるので、その辺を意識してね乾かしておくといいと思います。そして、今度は上の髪をね巻きましょう。さらにこれを2等分したいと思います。これはまあなんとなくざっくりで全然大丈夫ですね。でこの、下のパネルですね、ここを巻いていくんですけれども、ここをまあひとまとめでもいいですし、ちょっと毛束がちょ
ちょっと多いなっていう方はまたさらに2つに分けても大丈夫です。そしてこの部分ね、髪を巻いていくんですけれども、一つこれできればちょっと気をつけてくださいっていうところがあって、この取ってる毛があるんですけど、この生え際の付近の髪はねちょっと外しておいてください。この部分、この肌の際の部分の髪の毛、これなんでかっていうと、今回のヘアスタイルに関してはなんですけれども、サイドとか襟足っていうのをそんなに巻かなかったですよね。なのでここのライン、髪の毛のアウトラインっていうのが綺麗に出た方がヘアスタイルとしては綺麗に仕上がって見えるので、そうするとこの境目の毛をグッと取って巻くとですね、ここが短くなるんで、このラインがね綺麗に見えてこなかったりするんですよね。なのでこの本当境目の少しでいいんですけど、この落ちてくる毛の部分は残しておくとね、見た目がさらに良くなります。その上の部分だけ巻く感じになります。このあたりちょっとすごい細かいところなので、難しそうだったらここは無視してもらっても構いません。そしてこの部分巻くんですけれども、ここも毛先を柔らかくカールさせます。中間から挟んでひねったまま毛先まで通す。こんな感じですね。柔らかい丸みをつけます。その後ろの髪の毛、ここも同じように柔らかくカールをつけます。こんな感じですね。いっぱい説明してますけれども、今後ろは襟足をあと通しただけと、この2箇所ですね。そして最後上の髪の毛ですけれども、ここもひとまとめでもいいですが、髪が多くてちょっと難しいという方はこれをまたさらに2つに分けてください。そしてこの部分も同じですね。中間から挟んで軽くひねって毛先までそのまま抜いていく。こんな感じですね。その後ろの髪も同様に中間から挟んでひねったまま抜いていく。こんな感じです。反対はね見えないんでやってないんですけれども、これで全部が巻き終わりました。でさらにもっと表面の動きとか毛束感が欲しいなという方、もうちょっと手の込んだところまでやりたいなという方は、さらにですね表面の少し細い毛束を取って、これだけもう一回通す。そうですね、右サイドで3箇所か4箇所ぐらい取ってあげるようなイメージで大丈夫です。ただこれはちょっとこう上級テクと思ってもらって構いませんので、難しければここまでしなくても大丈夫です。今回はせっかくなのでやっておきます。こんな感じですね。なんかこうよくある雑誌で表面のふわっと可愛い毛束の動きが、ね、あると思うんですけど、そんな感じがちょっとねできますよね。こういう風にアイロンを通せばそこにまとまり感、ツヤ感が出るので、まあ、束感も作りやすくなります。これで、全部が巻き終わりました。なので一度整理すると、まずサイドとバック、横と後ろの髪の毛でまずは分けてあげて、その横の毛の下の部分と上で分ける。そして下はそんなに巻かなくていいです。サイドの上の毛は前髪と横の毛、そして後ろも半分に分けるんですけれども、頭の一番出っ張っているところから上と下ですね。そして襟足はそんなに巻かなくていいです。乾かすときに綺麗にしてあげてください。そしてさらにこの上の毛も2つですね、上と下、この部分とこの部分、そしてさらに上の毛のこの部分とこの部分を巻いていきます。なので下の毛のあんまり巻いてないとこ以外で考えると、1、2、3、4、5、6箇所ですね。右サイドで6箇所しか巻いてないです。これで反対サイドもねやってあげたらいいんですけれども、今回はこのまま、ワックスでのスタイリングっていうのを紹介していきたいと思います。はい、今回はバームをですね使っていきたいと思います。こちら僕がよく使ってるんですけれども、トラックっていうシリーズの、バームになります。そうですね、バームは結構どれも使い勝手はいいのが多いので、前からよくある N ドットとかね、よくあると思いますけれども、どのバームでもまあまあ、いけると思います。僕は今よく使ってるのがこれなので、このバームを使っていきますが、今回はバームでツヤ感と束感、動きっていうのを出していきたいと思います。そうですね、使用量は右サイドだけですけれども、一回ざっくり全体、頭全体で使うと仮定してこれぐらいですね。
これは一つの例なので髪の量が多い少ないとか、っていうのに合わせて、変動させてください、はい、そしてしっかり手に伸ばします。手に伸ばしました。そしてこの状態からまずは、下からね毛先につけていくような感じで触っていきます。中間から毛先ですね。下からつけたらちょっとずつこう上に上がっていってください。そして手のひらに薄くなってきたらこの顔周りとかもつけてあげて大丈夫です。つける量っていうのは好みもあるんですけれども、あと好みと髪質ですねっていうのはあるんですけれども、何回もやってると自分なりの好きな具合っていうのが必ず出てくるんですね。なので今こうやってねつけてるんですけれども、あ顔周りもうちょっとやっぱつけたいなとかつけない方がいいなっていうのはやってたら絶対に好みが出てくるので、一旦まあこれは一つの例として毛先からつけて中間につけて少しずつ上に上がっていきながら顔周り、トップにつけるっていうのは一つの例として、ね、知っておいてください。これで全体になじませました。結構ね後ろのあたりなんかは中の方にもねつけてあげて大丈夫です。このなじませた状態っていうのは結構こうボリュームを全く気にせずに触ってる状態なので結構ボワーンとなってる状態だったりするんですね。なのでこの状態から少しずつ髪の毛を下ろしていきます。下から下ろして整えていきます。この時に手ぐしでもいいですし、こういう少し粗めの、コームなんかでもいいです。この下の部分ですね、手ぐしでいきましょうか。横のサイドの下の綺麗に下ろしたい部分、あとは襟足ですね。襟足はここの下の部分をね浮く必要がないところなので押さえます。横も綺麗に下ろします。手ぐしでも櫛でも大丈夫です。そして次にこの上の部分の髪ですけれども、前の方から整えていきます。綺麗に毛流れを整えながら少しずつ下ろしていく。毛束、毛流れを整えていきます。もっとふわっとさせたいのであれば少し上を引っ張ってあげたりとかして空気感だったりとかをね作れるとよりいいですね。この辺りはねちょっと微調整になるとちょっと上級テクニックになってくるんですけども、なんとなくで全然大丈夫です。最初は優しく手ぐしで整えながら形を作っていく。トップをつまみ出すって感じですね。もっと細かく言うと髪をこう掴んでるんですけど、下の毛は下に引っ張って上は上に引き出す、こういう感じですね。極端に言うとここまでね本当しなくていいんですけど、一つのやり方としてちょっと紹介しておきます。こういう感じで、なんていうんですか、毛束を裂くような感じですね。まとまってる毛束をちょっと引き裂いてあげるみたいなイメージで細かい作り込みっていうのはやっていきます。まあよく美容師がこうやるテクニックですけど、毛束を裂いていくっていう感じですね。ちょっとした上級テクニックですけど紹介しておきます。はい、こんな感じですね。一旦ざっくり全体になじませたら下から下ろしながら整えていく。サイドや襟足の下ろしていく部分を整えて、少しずつその上の髪も下ろしながら整えていく。手でつまんだり手ぐしで整えていくという感じになります。上のボリュームを持ってほしい方は少し引き出したりとかやっていくという感じですね、はい、そしてこのふんわりね柔らかく動きをつけた状態っていうのはやっぱり時間が経つと崩れやすくはあります。やっぱ重力っていうのはどうしても逆らえないものなので、あとスプレーをね全体的にファーッと吹きかけると、よりキープがしやすくなります。なのでこうやって見ていただけると分かるんですけど、カールってそんなに強くつけてないんですよね。本当に柔らかくカールがつくぐらいしか巻いてないんですけど、そうするだけでも全然形が変わります。フォルム、ヘアスタイルが変わります。ストレートの状態とは、印象が変わるので、本当に少しカールをつけていくぐらい、特にこういうショートスタイルだともう下とかはやらなくてもいいぐらい、はい、っていう感じですね。なので今紹介したどこを巻くのかっていうのを理解して、ちゃんとブロッキングを取って、一個一個巻いて、やっていくとかなり可愛いねヘアスタイルに仕上がります。はい、そしてこれを自分でやる時の、アイロンの使い方ですね、手の持ち方だったり、手の動きだったりっていうのを紹介しようと思うんですけれども、ちょっと自分の髪の毛でやるんで、ちょっと帽子かぶってるんで一回帽子をねちょっと脱ぎたいと思います。ちょっとボサボサになってると思うんですけど、すいません。
こういう状態ですね。前髪のこのカールをねつけた部分ですけれども、後ろに流しますと。なのでここを取り出し引き出して下から挟んでひねりながら毛先に抜いていく、こうですね。この時にですね、下から入れる時の、手の向きがね混乱すると思うんですけど、手の甲が前です。後ろに流したい時は手の甲が前に向いている状態で入れます。そしてひねる時は手のひらが前に向くように手を動かしてください。手の甲が前にある状態から手のひらを前に向ける方向性で、コテを動かします。まあ、厳密に言うとそこまでこう手のひらを完全にそっち側に向ける必要はないんですけれども、手を動かす向きとしては手の甲が前にある状態から手のひらが前に行くようなコテの、アイロンの動きになります。なので手の甲が前にある状態で手のひらを前にやる感じで通していくと後ろに流れる毛流れがつきます。でこの時にですね、挟んで前に動かし持っていく時に左の手で熱くないところ、根元の付近をちょっとね持って支えてあげると毛先まで通しやすいです。こうやって何も手を持ってない状態でアイロンだけ毛先に通すよりも挟んで左手で支えてあげる、そして毛先まで通すとやりやすいですね。そしてこの後ろの部分の内巻きワンカール、少し顔を斜めに向けてちょっと前に持ってくるとねやりやすいですね。そして、この状態ですね、持ち上げた毛束を持ち上げた状態からアイロンを入れるんですけど、頭のねこう後ろ側からコテを挟むような感じになります。前からしようとするとこの手がぶつかりますし、ちょっとね難しいので、こういう風に入れようとしても手がねすごく難しいです。なので自分が巻きやすい位置に持ってきて、首も傾けて親指が下ですね、親指が下にある状態で挟んだらそのまま内側に丸めるって感じです。ストレートアイロンでカールをつけるときはひねり具合ですね、アイロンのひねり具合でカールの強さが変わるので、あんまりひねらなかったらカールは弱いですし、グッとひねるとカールが強くなります。こっちもね左手で支えてあげるとやりやすいです。今ね右手で右側をやったんですけど、また逆になるとね難しいという方多いと思うんですよ。この逆の場合は、前髪を後ろに流す場合は今度はね手のひら側が前向いてます。手のひら側が前向いてて下から挟みます。そして今度は手の甲を前に持ってくる感じですね。ひねってそのまま毛先に抜いていく。もう一回やると下から入れて、まあ、手のひらが前の状態ですね、下から入れてひねってそのまま毛先に持っていく。こう手で支えてあげてもいいです。下に内巻きの場合はこういう風に挟みますね。こっちはね右の時は後ろから手を入れましたけど、左サイドの時は前から手が入ります。前から手を入れてひねって毛先に抜いていく。あとは頭の真後ろとかはね前に持ってくるって言うと結構難しかったりするので、逆にこう後ろに自分で持ち上げてこういう風に入れてそのまま後ろに通すっていう風がねやりやすい場合もあるんで、そのあたり自分でやりやすいやり方で大丈夫です。このウィッグでいうとこの部分の髪とかですけど、ブロッキングで分けてあげたとして、こうやって自分で持ち上げてアイロンを毛先に通していく。頭のね真後ろとか朝の方がやりやすかったりするので、自分なりにやりやすいやり方でやってください。アイロンのね、使い方、コテの向きだったり、手の使い方に関しては、このような感じです。はい、あとは、アイロンの温度に関してなんですけれども、アイロンの温度は、ストレートアイロンの場合は120度から、160度までの間ぐらいで、やってください。その中の変動っていうのは、例えば髪の量が少ないとかダメージがある、っていう人は、低めの、120、130とかですね。そして、髪が硬いとか髪が多いとかっていう人は160とか、それぐらいの温度でやるようにしてください。すごく慣れてきてさささっとできるような人は180度とか
でやってあげるのも、いいんですけれども、まだ慣れてないうちは120度から160度ぐらいの間で、自分の髪質とか、ダメージの具合とかを、見て、やっていってください。やりながら、これぐらいの温度がいいなっていうのが必ず出てくると思います。120ぐらいじゃちょっとカールがつかないなっていう人はちょっと上げた方がねいいですし、ちょっとつきすぎるなっていう人は160からちょっと下げるとか、その間でね、自分でちょっとやりながらその辺を模索していただけると、いいと思います。はい、そんな感じでアイロンの使い方レクチャーしましたけれども、いかがでしょうか。こういう感じでね、自分でできるとすごくねヘアスタイルが可愛く決まって気分が高まると思うんですね。なので、諦めずに、ちょっとずつでいいのでやってみてください。ちょっとねブロッキングの手間だったりとか、もしかしたら最初めんどくさく感じるかもしれないですけど、慣れていけばねスムーズにできるようになります。でもちろん慣れたらブロッキングなしでちょっと今日は急ぎたいから、時短でやろうっていうことでブロッキングなしでざっくりやっていくことも可能になります。そのあたりはねその日の、自分の状態でね決めていただいたらいいかなと思います。耳にかけたりとかそういうアレンジもするとまたなんかこう違った可愛さが出てくるので、巻いたりしてねそういうのも楽しんでもらえるとねいいかなと思いますよ。アイロン通すのが本当に難しい方は電源をオフの状態で手の動きだけ練習、挟む練習するとかっていうのも一つの方法としてありなので、そういうのもね本当に難しいっていう方はやってみてもいいと思います。という感じで、今日の動画を参考に明日からのスタイリングをぜひね頑張ってみてください。これからもねたくさんスタイリングの動画だったりカットの動画だったり載せていくので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。